一般的な牧場牧場のエゾヒグマアソカドリードミニオンクマ牧場はクマを中心に展示使用する動物園のことクマ牧場と名乗る施設もある多くはクマに救仕して楽しむことができる北海道の登り別クマ牧場が先駆けとなり日本に広まる野生に返すことができないクマの保護収容施設となっている本来牧場とは 広い土地で家畜を放し飼いにする場所を指すが、日本では熊の動物園に名付けられた熊牧場が有名であるため、これを中国などの熊の家畜繁殖場である熊農場と混同して用いる場合がある。中国の熊農場は動物園ではなく熊製品生産のための畜産場であるが、日本ではそれと規模や施設に類似点があることから熊牧場と誤って称することがある。 現在、日本には7つの熊牧場が開設されている。一覧は、環境省による。ここでは日本では主に見られる、施設の概要を述べる。特に、V 字に足を開き、足先を手で掴むと、人間の、ヨガのポーズに似て見える。V 字に綺麗に開脚して、足先を掴むヒグマは、全日本動物写真コンテストの作品、開脚として、 朝日新聞2010年10月25日長官に取り上げられている。熊は自然界でも順位があり、強い熊優先であるが、大人のオスを群れで飼育すると、第1位の熊が現れ、それをボスと呼ぶ。熊は喧嘩が強いだけではボスになれず、他の熊の承認も重要で、いくら強くても嫌がられるだけの存在では、他の熊がボスとして認めない傾向にある。 ボスとなったクマは定期的に牧場内を巡回するようになり、この行動は自分の力を誇示するもので、他のクマは投資不要な喧嘩をなくす効果もある。そのため、群れの安定につながる。上り別、クマ牧場では、ボスを決定する上で、マーキングの回数や攻撃や威嚇の原因や勝敗、結果なども記録し、集計をし、判断している。略称。 ベスパから、世界動物保護協会、アライブから、地球主物会議、日動水日本動物園水族館協会、登り別からのぼり別、熊牧場、アソアソカドリードミニオン、城在系定山系熊牧場、八万体秋田八万体熊牧場。ありがとうございます。